それではこの動画から中学校で習う英文法について順番に勉強をしていきたいなと思います英文法ですで、この英文法って何かっていうとま英はわかるんちゃうかな英語のこと、English のことですで、文法って何かっていうと文の法則決まりのことです例えば日本語でも私はリンゴが好きですこれを 私にリンゴを好きですとかって言っちゃうと意味がおかしくなるよね。こういうふうに同じ単語を、私、リンゴ、好きですっていうのを使ってても文の決まり、文法を守っていないと文の意味が通じなくなります。これはもちろん日本語だけじゃなく英語とかフランス語でもそうです。なので外国語を勉強するときはこの文法っていうのもセットで身につける必要があるんです。 勉強をしていきましょうと。まあというわけで最初の今回第一回目は何をするかというとこの人は何をしているでしょう何をしていると思う自己紹介をしています。まあやっぱり外国語、英語を身につけて自己紹介できるようになると便利やね逆に自己紹介できひんとちょっと困るやな。まあなので私は何々ですと自分について言う分それをここでは勉強していきます。なんて言ったらいいか この人、名前は何やろね。誰さんっぽい。県ではないよね。サトシでもないよね。ジャックにしとこうか。私はジャックですと言いたい場合、英語ではどうしたらいいか。I am Jack。これで OK なんです。この I am という表現は聞いたことがある人もいると思います。私は何々ですという時に使う表現です。I am Jack。なので、 この I am の後にいろんな単語を持ってきてあげれば私は何々ですということができますよと同じ形になるんです例えばジャックさん顔がちょっと老けてるけど私は先生じゃないんです生徒なんです学生なんですと言いたかったら I am あという単語を一つ入れてあげて生徒学生という意味の単語 Student です I am a student これで、私は学生ですと。生徒ですということができます。逆に、ちょっと頼りないけど、保護者の皆さん、私は先生なんですと言いたければ、同じ形やね。I am、先生という意味の単語。teacher、こうしてあげればいいですよと。さらに、ジャックさん、ちょっと自分のこと、かわいいと思ってました。そういう時にも使います。私はかわいいんですと、自己紹介したかったら、そんな人はなかなかおらんけどね。かわいいという意味の単語。 これカタカナとかでもなってるやね。使われてるやね。I am cute. こういうふうに言ってあげれば、私は何々ですと自分について話す文を作ることができます。I am Jack. I am a student. I am a teacher. I am cute. この形になってきます。で、こういうふうに私は何々ですってよく使うので、I am はそれをキュッと短くして短縮して言ったりすることもあります。 それもちょっと紹介しておきましょう。I am は I の後に上にちょん、アポストロフィーっていうのをつけて、M としてあげる。まあこれで短縮の意味になるよね。I am と読みます。I am です。なので、I am Jack っていうのは I am Jack とも言えるし、I am a student は I am a student.I am a teacher. こういうふうに言うこともできますよと。私は何々です。あえ、アムの表現、覚えておくようにしてください。